どんなのなんだろうっていうので入れてもらいたいっていうのがあるんですね。で、これをきっかけに、そう、これをきっかけに今後の大会で、例えばこの後続いていく大会とかが、まあ、関東キルス、関東ベンチがあったり、あと、まあ、ちょっと離れてますけど、あの姫路に行ったらグランドの大会から制限を取って一応これ取らない、標準関東も一応準あるし、グランドも取られます。
今伸びてますね。あ、はい。だいぶ日数増やして。あ、今一日おきに結構やってますね。やってます。はい。やってます。この人からもらってるとか、クラスはこの人からプレゼントもらって、そうピアノ機械弦からやってみたいな。要必要から。それから決まらない。だから生産課題じゃなくて。7、4くらいだよ、最初。でも、もらった瞬間は、今年中、まあ、合格してきて、で、めっちゃ強くなりました。どんなにやるんですか、主治医。今、木村さんの主治医となんですか。木村さんの治療で。肘の真ん中で。知事は分かってるんですけど、でもだいぶ木村さんもあのめっちゃ頑張ってる、うん、楽しみ、これがめっちゃ楽しみです。先生と木村さんのビデオプランです。こっちっていうあれです。こういう感じのコンプリート。
カタカナの本なので、今一周分だけカナを回してるので、まあ、これもカナマじゃカナマの重量が多くなるかなと実在するんですね。やっぱり一つ巻く分量を多くしたりすると最近、一食中に
66来てから飯食えなくなっちゃってるから、よし、やっぱ時間ない、いいよ、お米3個食べちゃったから、よし、いけ、いけ、一生終わらない、あれ、いけ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 、旅行行った時にこんなでかいお鍋でご飯出てきて、取ります、すげえ、こちら結構食えるわ、よさ、一緒だった、すぐに、これには教えてくれ、6時半とか6時とか朝の時間の感覚揺れますね、はい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 
4レイブ。いいじゃん。これが肘折りて上がる日を今のとこ。今のはね、うん、いや限界なってくるとだんだん上がってくるんだ。なんか今回の世界大会で、うん、それがなんか沈める、うん、はい、増えたって、あれは落とすために、はい、そうそう、人もね、ルール的には問題ない、問題ない、沈めるの大丈夫、沈めてプレスでバーンってあげたら OK。あ、最初に出してるぞ。あ、出してる。
あのね、気持ちね、これは割れる感じなんだ。腰をこっちに前に蹴った力を腰に行ってしまうと腰に戻るし腰に戻るだから腰に行かないように蹴った力は肩甲骨を落とすだけっていうイメージでやる。そうするとお尻は行かないし、それがちょっとバック、そういうイメージを下に入れると、あと寝転がってしまうと両方でやる。そしたら、どんどんその癖が増していくと、でこうやってまたベンチをやりながら、ストレッチができると、さかのぼちゃん、こういう動きが増して、胸が高くなる。なるほどね。はい。
口で吸うよりも鼻で吸った方が上がらないですか。ただ口で吸ってもちゃんと定時でちゃんと動かないっていう人が出ない。鼻安定感に。Thank you.